私は専業主婦のマイカと言います。3歳のマナミと会社員の夫のコータの3人で暮らしています。夫は真面目な性格で浮気などの心配はないと思っていたのですが、娘が手がかかるようになってから私があまり夫に構ってやれなくなると外に癒しを求めるようになったようなのです。残業だと言っては帰りが遅くなったり、おしゃれなカフェのレシートがポケットから出てきたりと怪しいところが増えていました。怪しいと思いながらも確信が持てないままでいた時、突然福岡へ一泊の出張へ行くと言われました。結婚して8年、出張なんて一度もなかった夫が出張だなんて明らかに怪しいと思いつつも、証拠もないのに疑うこともできず黙って送り出すしかありません。そう思って出張の前日に娘を寝室で寝かしつけていると、リビングにいる夫から LINE が来たのです。おいしい蕎麦屋さんも見つけたよ。温泉の近くだよ。お店の情報送っておくね。蕎麦？温泉？誰と行くわけ？え？マイカとに決まってるじゃないか。どうして同じ家にいるのに LINE で連絡するの？話しかけてマナミのこと起こしたら大変だろ。後でもよくない？雰囲気がいい蕎麦屋がテレビに出てたから早く教えたくてね。今度行こうね。いいけど、コータ蕎麦好きじゃないよね。外食では肉と寿司以外に金払いたくないって言ってなかったっけ？そうだったかな。俺も年取ってあっさりしたものが食いたくなったんだよ。へえ。いつか一緒に行こうな。蕎麦アレルギーの私を連れて行きたいなら行くけど。あれ、そうだったか。いや、忘れてた。なんで蕎麦が苦手なあなたが蕎麦アレルギーの私のこと誘うわけ？ちょっと気分を変えようと思っただけ。もういいよ。間違えて送ったんでしょ？誰に送ろうとしたの？女？はあ、そんなわけないだろう。温泉って何？なんだよ温泉って。いやいや、あなたが温泉の近くにある蕎麦屋だって言ったんだけど。そっか、それはね、たまには家族で温泉もいいかなと思って、そういう意味で送ったんだよ。そうなんだ。じゃあいつ行くの？いつっていつかだよ。いつかって？長期の休みが取れた時。有給休暇取ったら？今年度一回も使ってないよね。もしもの時に取っておくよ。もしもって？病気になったりした時だよ。てっきり出張だとか言って明日は女と会うのかと思った。そんなことするわけないだろ。家族で行こうと思ってただけだよ。なら後で LINE 見せっこしよう。なんでそんなことしなきゃなんないんだよ。くだらない。くだらなくないよ。不安だから見せてくれたら安心できる。仕事関係の連絡も入ってるから見せられない。俺のこと疑ってるの？疑ってるから見たいって言ってるんだけど。ひどいやつだな。俺が今まで浮気なんてしたことあるか？家族のために必死になって働いてるんだよ。本当は明日の出張だって断れるなら断ってたよ。だけどお前たちのために引き受けたんだぞ。それなのにそんな風に疑うなんてな。もう分かったよ。疑って悪かったよ。信じてくれる？浮気してないならいいよ。明日から福岡でしょ。早く寝なよ。うん、もうすぐそっち行くよ。土産買ってくるから。お願いね。綿棒がいいな。了解。まなみも寝たから私も先に寝るよ。明日の準備大丈夫？大丈夫だよ。明日から不在にするけど家のことよろしくな。はい、おやすみ。夫の苦しすぎる言い訳に追及するのも面倒になり、納得したふりをしました。夫はそれから1時間ほど経って寝室にやってきたのですが、私が寝たふりをしていることにも気がつかず、ウキウキしながら明日からの出張の準備を始め、出張のはずなのにカジュアルな服ばかりカバンに入れているのも、年に1回ほどしかつけない香水を忍ばせていたのもしっかりと見ていました。そして次の日、夫はスーツ姿で出張に出かけていきました。
その日の昼には私のことを信用させるためか、空港で麺類をゲットしたと写真付きで連絡が来たのですが、スーツを着て出て行った夫が麺類を手にしている時にはすでにカジュアルな普段着になっており、しかも背景から都内のアンテナショップで購入したのだと気がつきました。でもここであえて責めることはしませんでした。ありがとう、楽しみだな。出張はどう？順調、今から会議なんだ。大変だね。明日は帰り遅いの？夜には帰るけど飯はいらないよ。明日もそっちでゆっくりするの？ゆっくりって仕事だけど。できるだけ早く帰るから。いいよ、明日はお母さんたちと出かけるから。そうか、お母さんによろしくな。うん、出張頑張ってね。ありがとう。次の日、出張はどうかな？私たちは今からお昼だよ。いいね、俺も今上司と昼食だよ。そうなんだ、一緒に食べたかった？もちろんだよ、マナミとマイカに会いたいな。もうすぐ会えるじゃない。夜まで我慢だな。どこでご飯食べるの？今ね、日帰りで温泉に来てるの、熱海に。え、熱海にいるのか今？そうだよ。熱海のどこだよ？あなたが送ってくれた蕎麦屋さんに向かうところ。あ、ちょっと待てよ、蕎麦アレルギーだろお前。調べたら天ぷらも美味しいらしくて、蕎麦アレルギーでも食べられるメニューがあるから大丈夫そう。近くにいるのか？店にはあと5分くらいで着くかな。マナミはお父さんが見ててくれてるからゆっくりできそう。ちょっと待てよ、そこ予約しないと入れないぞ。蕎麦アレルギーでも大丈夫なのか確認するときに、予約したから大丈夫。温泉入ってからにしろよ。どうしたの？何慌ててるの？そうだ、言い忘れてたけど、お母さんも誘って3人、女だけで来てるんだよ。3人って、それでこっち向かってるのか？やだな、何言ってるの？熱海にいるって言ったでしょ？今から福岡に行くわけないでしょ。店の近くにある温泉が有名なんだよ。飯の前にそこでパンフレットもらってきてくれ。それならもうもらったよ。あ、お店が見えてきた。嘘だろ。あれ、店内にコータにそっくりな人がいる。めちゃくちゃそっくりなのに、目が合ってからずっと顔隠してるし。あんまり他人のことジロジロ見るなよ。料理も食べないでよそ見てる。連れの人話しかけてるのにずっと無視とか、かわいそう。ひどい男だね。外見はコータに似てるけど中身は違うね。あれ、連れの人コータって呼んでる。この人もコータって名前なんだ。そんな他人に構ってないで早く食って出ろよ。その人こそこそスマホ触ってるけど、私がコータに送った瞬間、隣の人の着信音が鳴るの。何これ、偶然？うけるやだ、すごい、全部ぴったり同じタイミングだ。もうやめてくれって、母さんたちの前で恥かきたくないだろ。恥って？俺たち夫婦の問題だろ。何言ってるのかわかんない。悪かったよ、出張だなんて嘘ついて。隣にいるからこっそり店変えてくれよ、このままじゃ出られない。え、あなた福岡にいるんじゃないの？隣にいるの本当にコータなの？そうだよ、分かってるだろう。嘘ついて熱海に来てたんだよ。じゃあ目の前の女は？悪かったよ、帰って説明するから。だから二人には内緒にしててくれって。浮気してたの？違うよ。違うの？帰ったら話するから。だからお願い、そっとしててくれよ。そっか。その直後、私は隣にいるコータに話しかけました。コータは福岡に出張していると思っていたお母さんと姑は目を丸くして驚き、目の前の女も真っ青になっていました。コータだけは背を向けて他人のふりを貫こうとしましたが、姑から怒られて不倫旅行をしていたことを自白したのです。夫が間違って送ってきた蕎麦屋が熱海にあるものだったので、
不倫旅行の行き先は予想できました。お母さんたちのことは今日で期限が切れる温泉の無料券があるからと騙して無理やり連れてきました。予想は的中。お昼にこの蕎麦屋に来ることは見越していたので、タイミングもバッチリで不倫旅行の現場を2人に見せることができたのです。私が怒ろうと思っていたのですが、姑の方の勢いがすごくて、不倫相手の連絡先を聞いて先に返し、あとは4人で話し合うことになりました。姑が泣きながら、慰謝料は払うから離婚しないでくれと頭を下げ、夫も出来心だったと涙を浮かべて反省していたので、本当は離婚するつもりでいたのですが、今回だけは許してあげました。不倫相手から慰謝料をもらう予定はなかったのですが、姑の圧に負けて請求し、2人にはきっちりとけじめをつけてもらいました。離婚はしなかったものの、わだかまりが消えたわけではありません。とりあえずこの慰謝料を使って、今度は夫抜きで娘と2人の熱海旅行をしようかなと計画中です。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。